はい、片岡五郎、また今日お会いしましたね。片岡五郎、これも面白いんですけども、実は芸名なんですよね。本名は片岡三雄だったんです。それがなぜか品川三雄に変わった。これもびっくりですよね。なぜだって言われると、品川さんと結婚したからなんです。兄弟集まった時に実は怒られたんですよね。お前はなんで品川三雄になったのだ。いやいや、品川さんと結婚したからって。お前名前を変えるんだったら俺たちにも言えよって言われたんですけど、それは考えてみればそうなんですよね。それは言わなくちゃいけなかったんですけど、どうもすいませんでしたって言いましたけども、まああんまり気にしないんですね、名前のことに関しては。それは割と名前変えてとか、変えた方がいいよって割とこの芸能界にいると言われるんですよ。だから初めは片岡三雄で出てたんです。それが日テレの番組で主役に抜擢された時に、いや品川三雄っていうよりは片岡三雄だ、まだ片岡三雄だったんですよ。片岡三雄よりはもうちょっとしっかりした方がいいなって、いやしっかりってそうだなって日テレの廊下割り、そうだ片岡五郎がいいんじゃない、強そうだし、あそうか、はい分かりましたってなったんですよ。そして片岡五郎でやってて、結婚して片岡じゃなくて品川五郎になって本当は品川三雄になったんだ。それがね、いくつもあるから忘れちゃうんだよね。まあみんながもう、仕事に行けばほとんど五郎ちゃん五郎ちゃん五郎ちゃんで終わっちゃうんで、ああ五郎だなって自分では思ってるの方が多いんですね。最近でももうほとんどが五郎ちゃん五郎さん五郎さんで済んじゃうんで、ああ咳もしちゃダメですね。いろんなことするんですけど、また明日に会いましょう。それじゃあバイバイ。